い、こんにちは。X のフォロー整理まあ、旧ツイッター X、はい、俺フォロワー100万人ぐらいおんねん。117万人です、今。多いな、はい、すごいっす、すごい。あのほんでな、去年の今ぐらいに、はい、俺フォロー数めっちゃ減らしたんよ。もともと1300人フォローしててん俺、はい、結構フォローしててんけど、それが100人ぐらい、おー、1200人全員フォロー外してよ、はい、で、まあ、今現在ね87人なんですけど、うん、さらに減らそうかなという。ちょっともうそのこいつの いらんやろっていう。少ないですけどね、別に80、そうやな。いや、もっと減らせるな。なんか、そのもちょっとそのなんかカリスマ感も出したい。やっぱフォロー少ない人、やっぱカリスマがあるやん。浅い理由やな。X の。だからフォロー減らそうかな。オッケーオッケー。俺カリスマになりたいからさ。フォロワー100万人持ってフォローこんな少ないの。みたいなのをやりたい。なのでちょっと一人ずつ87人残留か、まあ降格か、フォロー外すかをちょっと言っていきます。なるほど。87名全員。まず一人目、はい、ジョケさん。これだから昔順にしてるで、はい、ジョケさん、元芸人、芸人、あの世話になってる人やから外しません。ジョフクさんっていう、はい、高知さんとジョフクさんっていうのが俺の人生の二大男、年上先輩友達。なんか会社やったりたまに YouTube やったり、今は何してるかあれやけど、連絡したり、ジョケさん残します。佐川ピン芸人残します、はい、ママタルト日原洋平残します、はい、いやだから芸人もうキリないやん。ただまあ残すんやったらこういう友達みたいな特別な関係の人かな、うん、4人目高知さん過去80個かまぼこ、これも残す、はい、霜降り明星せいやどうするかやな。一番いや、せいやをあえて外す、相方フォローしないというカリスマ。カリスマか。相方フォローしてへんの。まあそれは冗談なんですけど、はい、残します、はい、下流下田残します、はい、来た岡崎体育。お、結構古い順目で、そうですね、これはどうしようかな。体育さん、そうか、まあ一個一応、はい、なんやろな、その芸人よりはアーティストの人を残したいっていうのはなんとなくあんねん。体育さんな、もともとなぜこの古い時代にフォローしてるかというと、はい、体育さんも俺も売れる全然前になんかフォローしてくださったんかな、面白いって言ってくれてとか、体育さんがその時なんか X、Twitter でバズってたやん、その面白ツイートみたいなして、それでフォローし合ってみたいな、 M1 撮る前に、うん、なんかラジオのコメントしたりとかゲストで、そんなんはあんねんけど、最近体育さんな X うるさいね。そのよう喋んねん、はい、今 ZEP ツアーみたいなしてはって、はいはい、でなんかチケット買ってくださいみたいな、まあ、そういうボケってそういうなんかノリみたいなのうわーってしてて、うん、これどうしようかな。外してもええんかな。で前あの電電電波で対面で久しぶりに共演して、はい、いや、もちろんええ人やし、悩むな。そう、外すか、どうかな、どう思う。うるさいっていうのはちょっとマイナスではありますよね、確かに。そうやねんな、はい。あ、別にいい、どこまで僕的には。まあ、じゃあ体育さん残すわ。はいはい。
いやでもなんかそのめっちゃ世話なってる人が死ぬほど好きな人ぐらいしか残さんとかなと思ってる中で、体育さん、まあ好きやで、好きやけどめっちゃ崇拝みたいな、ブルーハーツみたいな感じではないからさ、まあ残す、一旦保留しようか。そうですね、はい、次、田中秀和作曲家ですね、これ残します。ヤシキン、これも作曲家で、めっちゃいい人、うん、あの会ったこともないけど素晴らしい曲作るんで残す、うん、ダブル東大東残すね、うん、はい、下流前田隆二残す、はい、チェクタ残す、はい、中村元気、おお、結構古いですね。古いな、ね、え、そこ入ります、どうするかやな。いや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 、静かやで俺岡崎外しとこやじゃん岡崎ってなんやねんあー、まあ元気は残すか。え、矢野やってない、やってないです。あー、やからか、やれや、確かに。おー、なんでやらんねんお前、うるさいお前長村元気残す、で次壁ポスター長宮、はい、あー、よう遊んでた、はい、小山拓也、やばい T シャツ屋さん、ボーカルですね。これ残そうかな普通に、うん、うん、いや、やっぱアーティストあんま外さんな、体育さんもやっぱ外さんとこ、うん、あ、小山さんもヤバティ、俺ヤバティ好きやね、うん、めっちゃいい、井上咲楽、畑中の彼女、はい、で元眉毛が太いみたいな話題になってたこれね、オハガールで元々オアスタのロケ、USJ ロケみたいな行って一緒に、井の作が売れる前や、それでまあ、 あの関係性あるって感じやけど、井の作は外しますさようなら、井上咲楽のフォロー解除。まあだってもうまずその後輩の彼女やもん、まあね、きしょいやろ、なんか、DM とかできる状態にあるっていうのきしょいし、畑中に申し訳ないのと、あとこいつ虫食うねん、ああもう言いたくも、はい、名前も出したくない、あの虫を炒めて食ったりしとんねんこいつ、はい、たまにそんなんがさ流れてきたらどうする、写真とかで、ね、外します、はい、井の作さよなら。谷本聖奈、カンテレアナウンサー、あー、これは残すかな、うん、カンテレのアナウンサーで、粗品TV っていう R1 のご褒美特番、うん、やった時にアシスタントで入ってもらって、あ、まあそれで言ったらめっちゃ世話になったな、うん、めっちゃそのなんか俺が考えた台本で進行してみたいなのをやってくれて戦友ですね、うん、この人は残します。川島明、おお、麒麟の川島さん、川島さん残すやろ、さすがに、はい、おもろすぎるから、うん、川島さんやっぱ多分一緒やけどさ、はい、マジで俺らってさ、その笑い飯、千鳥、キリンじゃない、そうですね、なあ、はい、一番おもろいの誰って言われたらそこじゃない、そうですね、なあ、まあ、矢野誰一番おもろいって思う人、あ、でもその辺ほんまに、そう、なあ、はい、いや、これはえげつないよ、残します。リサ、鬼滅の、はい、残すか、アーティスト、アーティスト、はい、ツイッタートレンド大賞みたいな、なんか生配信番組出た時に、うん、ツイッターフォローし合うみたいなノリがあったよ、リサさん、うん、その名残やから、で多分フォローバックしてもらってて俺、はい、その結構無理やりこっちがヘボい立場で、なんかフォローしてあげてよ、ね、田村さんが言ったかな、せいやのことフォローしてあげてよみたいな、そちらのことフォローしてあげてよって言って、しぶしぶフォローしたのまだ解除してないから、リサさん、うん、俺からフォロー外したらな、ちょっと意味わからんからやめときます、これ残します。はい、千葉にゃん、はい、残すかな、はい、あのなんか俺 YouTuber おもんないとかよう言うやん、はい、で、いやなんかレペゼントコラボしてるやんとか、ガードマンと仲いいやんって言われんねんけど、あれ YouTuber ちゃうからな、その俺も言われないやったら、お前も YouTuber やろみたいな、 YouTuber やってんねんから、いやいや、なんで YouTuber やったら YouTuber なんねんっていう感じかな俺の中では、うん、副業で YouTube やってるから全員、うん、その
俺の言う YouTuber はあの YouTube が本業の人たち、はい、俺は芸人本業、じゃあガードマンはラッパーやからな、まあ、言ったらアーティストや、うん、が YouTube をやってる、始めた YouTube が後、レペゼン地球アーティストやからな、うん、本人らも言ってるけど、DJ なんちゃらって言ってる DJ 集団やから、アーティストが YouTube を名前売るために使ってるだけ、朝倉未来は格闘家やしな、はい、YouTuber ちゃうし、ただ YouTube しかやってない、 YouTube 本業のやつとはちゃうでっていう話やねんけど、うん、チバニャンは残すな、ちょっとまた音楽で一緒にやろうみたいなのも言ってるし、うん、が残します。ただ前虫の写真あげててん、ちょっとそれはあれやけどまあまあ、DJ 社長、 DJ 社長どうしようかな、いや話が違う、いやそうやねんけど、はい、今失踪してんねん DJ 社長、ああなんかそうだから外してもええかなまあ一回戻り次第、戻り次第復活でええかないやそのDJ 社長外そうかいやだからDJ 社長俺にもう一回フォローな、もししてほしかったら戻ってきてくれっていうエールでもあると、はい、DJ 社長外します。でも千葉にゃんは外さんからな俺、そのレペゼンで言うと社長戻ってこいよ、はい、清志隆人が残します、あ、はい、この歌手ですね、しかもあのよく世話なってるし飯とかもあるし、それこそ一人目に言ったジョケさんっていうジョフクさんと同級生で、ヨウさんに遊んだりの関係なんで、これ残します。竹田津彩奈残します、はい、曲歌ってくれたからな俺の乱数調整のリバースシーンで絶対残す、アイナジエンド、アイナジエンドか、あ、もうアーティストやから残すか、怖い、いやでもな、まあ、残すか、キリエの歌でも一緒やったしな、いやでもアイナジエンドお前結構ギリやぞ、そのもうフォロー外そうかなぐらいやで、なんで、そうや、え、理由知りたい、理由、いやそのだからそのさ、めっちゃすげーとかめっちゃすげーあなたっていう人しか残すさん、アイナジエンド、まあまあまあ保留やな、岡崎体育、アイナジエンド一回保留や、はい、木村多彦、これ漫画家ですね、瀬戸の花嫁っていう俺が、まあい、うん、一番好きな漫画を描いてる人なんで、まあこれはめっちゃ好きやから残そうかな、はい、ランラン、はい、世界的ピアニスト、はいはい、外すか、いや土屋太鳳と一回3人で弾いてものすごい共演させてもらってんけど、はい、まあええかランラン、インスタフォローしてるし、うん、X ね、まあお前英語やねんこの人ポスト、あ、読まれへんしな、なるほど、ランラン外すわ一回、へえ、そっか、まあ、あでもアーティストやな、残すかそこ曖昧やな、どうしよう、ちょっと保留で、ちょっと保留のやつメモっといてくれへん、はいはい、岡崎体育、アイナジエンド、ランラン、はい、マラシーピアニストですね、あー、 YouTube とかニコニコとかやってる、はい、マラシーとも音楽1曲作ったからこれ残します、作詞を提供しました、うん、千鳥ノブ、はい、あは残すやろ、はい、王や笑いの王、うん、ハリウッドザコシショウ、あ、まあ残すかおもろいから、はい、え、フォローしてるザコシショウ、いやしてない、だからちょっとザコシさんエイプリルフールうるさかったっすよ4月1日ほんま100個ぐらいボケてて、まあ、おもろかってんけど、うん、まあまあまあ残すわ、ヒャダインこれ残します、はい、一番好きやから、よっか、那須川天心残す、あ、みちょぱいらんか、みちょぱもうええか、池田美優、うーん、俺がみちょぱフォローしてんのなんかきちょいな、そんなことない、まあ、まあでもカリスマではないかもですね、みちょぱごめん、ちょっとフォロー外します、 あとこれちょっと誤解ないように言っとくけど、俺その SNS のフォローまあ、何でもいいと思ってる方の人間やから、うん、結構気にする人おるやん、はい、俺はフォローしたのにフォローされてないみたいな、
俺はそうじゃないから、あの全然フォロー外してください皆さん、もういらんから別に、カリスマやねん。みちょぱバイバーイ。あーらー、もうめっちゃええやつやねんけどな。あー指原莉乃どう思う指原莉乃、サッシー条件的にはそうなんですよね、外せる、外すんだっけ。いや確かに俺サッシーフォローしてる理由は、その何やろな、まだ俺もヘボかった時に共演して優しかったとかさ、うん、まあ言ったら霜降り右人っていうやつ出てくれたとか、うん、あとサッシー原フォロワー300万人おんねん、うん、すごっ、やっぱ憧れるよな。だから、うん、勉強させてもらうっていう感じでもフォローどうしよう、でもまあサッシーな保留サッシー保留サッシーもうややこしいぞみちょぱ見習えスパッとな、こうフォロー外せるみたいなバイバイとか言わせろマギーかっこジョビジョバ、マギーさん知ってる？見たらわかるわ、俳優ドラマとかよう出てる、こういう人やねんけど。あーはいはいはい、すげえなマギーさん、助演エグい人、はい、残すかな、うん、ドラマで一緒に月9一緒に出た時にめっちゃ親身になってくれたし、芸人好きやねこの人、てか芸人やしジョビジョバっていう、たまに LINE くれんねん、アルバムもなんかめっちゃ良かったって言ってくれたりとか、あと娘が好きやねんとか、あのなんか俺が先輩に可愛がられへんねんみたいな、なんかの下りチューブかなんかで言ったんか、ラジオかなんかで言った時に、うん、いや、粗品君はなんか大丈夫やでみたいな、可愛いやるよみたいな言ってくれたから残します、うん、ファミ、これベーシスト残します、曲提供しました、有吉さん、まあ、残すな有吉さんも、はい、ああもちろん残す、藤井健太郎、藤井健太郎な、まあ、残すかその1300人から消した時に、はい、テレビマンとかもキリないから全員消してん、はい、もうそのレギュラーのスタッフさんとかさ、はい、でも藤井健太郎だけ残したよな、そのタイミングで、うん、俺の1000万円持ってんねんな、進めないですなんか、そう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 、企画なんかちょっといろんな条件が噛み合ってなくてまだ進んでないねんけど、いや俺はやりたいと思ってんねんな、だからちょっと残しておきます。ヒゲドライバー、これもミュージシャン俺好き、セブンスエキスパンション、これは俺の好きな日暮らしのナックロニーの作者龍吉07さんの公式ツイッター、これ残す。あっ、いいのおったわ、はい、丸山桂里奈、ポップポップやな、俺は外すかちょっと子育ても忙しそうやし、丸山桂里奈さんさよならバイバーイ外しました。玉谷 2060% 過去ウィーナーズ、これ好きな人ミュージシャン残します、はい、ポップマ3580、俺のボカロ曲の絵を描いてくれてる人、はい、残します。あいみょんな、外してもええな、相方の友達やからな、あいみょん俺別に関わったことなくて、まあでもビッグミュージシャンではあるな、はい、いやそんなを介さずやってきたんじゃないですか好きかどうかとかいやでもあいみょんな、フォロワー170万人おんねん、憧れるやろあかんロックじゃない、そうっすか、数字でやらんといてほしい、あいみょんメモっといて、はい、俺は、保留、はい、岸奈美愛、ドラムね、これ残します、はい、ピノキオ P 残します、はい、これボカロ P やな、ファーストサマーウイカ残します、うん、曲歌ってくれた杉田智和、声優、これ好きやから残します、はい、西川貴教 TM レボリューション、まあ残すな、はい、ミュージシャンやしフェスも芸人で呼んでくれたし、レギュラーもオトラクション一緒やったし、綾瀬夜遊び残します、はい、夜遊び、やっぱ夜遊びええよな、うん、かっこいいですね、いやかっこいいわ、俺最近ちゃんとアイドル聞いてん、やっと、あ、はい、あの一番しか聴いてなかった今まで正直、「無敵の笑顔で」とか、はい、まあ、サビ
誰もが目を奪われていく。うわ聞いてたけど、そなた、はいはい、あなたはノグウェスですから聞いてなくて、え、聞いたことある？あります。めっちゃええな。めっちゃかっこいいですね。びっくりしたわ、2番以降、おもろい音楽作んな。構想もめっちゃかっこよかった、ラスト演奏だけのとこ残します。大石正義もちろん残します、はい、これもご飯行ったことあるし、よくしてもらってんな大石さんには。おもろいしこの人、音楽も最高やし、はい、ゆゆうた、まあ、残すかな。このピアニストで、まあ、YouTuber かなこいつは。一緒に曲作ってるからな、ゆうたと俺、はいはい、方形の歌っていう。直吉、これホルモンの直さん、はい、残します。アド残します。アド優しくて、もう借金通ったもう全部 OK やねん。結構断られんねんけど、あの、うっせぇわに始まり、はい、アシュラちゃんとかもう どれもめっちゃいい。アドさんありがとうございます。石川俊残します。このドラマ、バンドやる前の曲のドラムはよう叩いてもらってた。この人もめっちゃすごい人。レイちゃんギタリストも残します、はい、同じく石若さんと一緒にギター弾いてくれてた人、シュドウさん、シュドウ残します。うっせぇわ作った人ね、これも元ボカロ P、 今もかで、今自分でも歌ってある。これ残します。飯も行ったことある。広瀬アリスなぁ、もうお前年に1回やねん、 R1 で会うだけっていう。ああ、そっかそっかそっか、そうですね。どうなんやろな外してもいいか。戦友とかの感覚ではないか。ちょっとだけ戦友やな、その、うん、初年度めちゃくちゃでーみたいな、はい、残す保留やな、ちょっと書いといて。ユーマを残します。ドラム、はい、帰り花のオリオン弾叩いてくれたユーマオさんですね、うん、あのちゃん、これ一番残すなあのちゃんだけにしてもええぐらいやなうわーというか、これ残しますもちろん、うん、陣内さん、陣内智則、はい、どうする、え？まあ残すか。はい、いや、まあ残そうか。あーでもなー、保留でちょっと書いてある、はい、七尾あかり、残します。アーティスト曲を歌ってくれた、はい、ガードマン残します。ガードマンと那須川天心は親友やからな、はい、友達。ガードマンおもろいねんな正直で、めっちゃ芸人リスペクトあるからな、ガードマンって、うん、大塚愛、大塚愛残します、うん、ちょっと下手したら金貸してくれそうみたいな、YouTube で、うん、なんでそれが成立するまで残します。生田リラ残します、うん、夜遊びね、うん、加藤純一残します、はい、加藤純一さん有名な配信者で、やっぱおもろいなこの人、うん、その汚ないからいいですね。松尾そのま、あーどうしよう、テンテレの女の子やねん。この子外そうかなんかテンテレの子、この子以外もフォローせな公平ちゃうよなほんま。そうですね、まあ、インスタフォローし合ってるからちょっとツイッターは外します。そのまごめんな、またオリックスの話しような、うん、はい、真鍋翔平、闇金牛島くんの作者ね、これはフォローしたままで、なんせあのあれもな金も借りてるし俺積木、積木さんはボカロ P で残します、はい、あれ借金通ったの許諾もね快諾やったんで、うん、小山テリハどうしようかな、テレビマンやな。実はこの小山テリハは一回その1300から減らすときに外してて、そう、まあ、下原のプロデューサーで仲いいねんけど、はいはい、その外した後なんか喋ったときになんか外してたよねみたいな言われて、いやいやいや
フォローするやんとか言ってフォローし直したやつやねんけど、どうしようかな。うん、俺意外にやっぱそういうの弱いから。そうか、そうなんや。なんか言われたら気まずいのはちょっと。うん、同じことになるって言うじゃん。ちょっと保留しといて、親もできる。どんぐりたけし、残します。はい、あ、花丸お化け公式。外すわ。うん、まあちょっとノリでフォローしてたし、はい、花おばね、サンリオのキャラクター、ゆいか、これゆうさりのかのを歌ってくれた人ですね、はい、フォローしたままで。東亮太、ゆうさりのかののバイオリン弾いてくれた人、バイオリニスト残します。イエスアキトと薩摩川 RPG 外そうかな。2人並んでんねんけど、いやどうしよう。まあ残すか。いやその YouTube でさ、がっつりこいつらで企画一本やったから、うん、そっからフォローしてんねんけど、まあ、ちょっとメモっといて。トム・ハック、アーティストで、うん、まあ、ゴーゴーマニアック作った人ですね、フォローしたままで、うん、アリボボ、ヤバティフォローしたまま、はい、どんぐりたけしの嫁、あの飯行ったりもするからな、うん、ボボちゃん。 NHK 交響楽団一回フォロー外そうかな。ゆうさりのかの時にレコーディング参加してくださって、うん、まあ最高峰なんですけど、うん、ちょっと外します。今ちょっと読売交響楽団、読響っていうその、まあ、ライバルみたいな楽団のレギュラー番組も始まったんで、なるほど、一回公平にするためにどっちもフォローしないという、はい、岩井俊二映画監督、はい、外します。キリエの歌でお世話になったんですけど、監督外します。一回見たことある、岩井監督のリリー・シュシュのすべて、あすごい、俺その人のやつ出てんで、マジっすか、すごい、めっちゃすごいっす、ね、スワローテイル、スワローテイルですよ、ね、おー大好きっす、あ大好きな、はい、は、外すなよ外すわ、うん、その人の最新作に出させてもらったっていう、すごい、これはマジでちょっと分かった、あ、マジ、はい、すげえ、感じます、すいません、岩井監督、またあのご縁あったらお願いします。でもそのフォローとかが全てじゃないんで藤本光、もちろん残します、ベースですね、はい、うちのベッキー、ベッキーは外すか、ベッキーが俺モデルやねん、そのこいつ189万人フォロワーおって、はい、フォロー76人やねん、すごいやろかっこいい、いいな、でしかも俺フォローしてもらってんねベッキーに、だから申し訳なくて外せへんかったけど、ちょっと外すわベッキーごめん。この間東京 FM タクシーで行った時に、後ろに戦車みたいな車止まって、アルファードやねんけど、戦車級のアルファード、ベッキーやったわ、でエレベーター一緒に乗って、おだまーすとか言って、ちょっと外します、たまにいじらしてもらってんねんけど、そのフリップネタとかで、うん、だからフォロー外すといういじらせをさせてください。コニー青木、この人も音楽の人ですね、だそのエンジニア系の人なんですけど、外そうかな、千葉にゃんに紹介してもらって一回ご飯食べた時のって、なんか仕事を振りますねみたいな、なんか一緒に仕事できたらいいですねとか言ってて、はい、結局できてないから外そうかな、うん、まあ、フォロー外します、ちょっとそこまで親密じゃないんですいません、はい、ソラル、あドラクエで一緒になった歌い手ですね、うん、残そう。鬼越トマホークの2人、外しててんけど、なんか喧嘩乗りみたいな、はい、して、でしかもそれこそフォロー外されてんだよみたいな、で心配性って言ってテレビでそれをやったから、フォローそのオンエアの時にしたから、これ残します。手越優也、手越くんニュースの、うん、なんか俺のこと気になってくれてるって言ってた、コラボしたいな、会いたい芸人粗品さんって言ってくれてて、うん、で俺実は手越さんのマンション、同じマンション住んでた時あってん、車寄せで見たことあんねん、残します。ラスト、これが一番最新のフォローの人、トンツカタンお抹茶、外します、ごめんお抹茶、いやいやいや
言ってたよ、あれの時ダメ以上です。あ、でも76人まで減った、うん、おお。ボボベッキー、ボボベッキー状態か、ね、で、ほんまはちょっと長なって申し訳ないんだけど、俺新たにフォローしたい人も何人かおってん。なるほど、ちょっとそれフォローするわ、はい、川崎隆也、はい、アーティスト、アラジンのようにって、はい、魔法の絨毯、この人は俺の曲をなんかマッシュアップして弾いてくれてて、めっちゃ嬉しかったし、ふと客やねこの人も、だからフォローします。おめでとう川崎さん。あとはな、チョコプラと花子もフォローしたいねんけど、はい、芸人俺だからせいやとか日原くん、サガピン、友達抜いたらノブさん、川島さん、陣内さんの3人しかフォローしてないねん。花子の3人とチョコプラの2人どうしようかな。なるほど、フォローしようかな。増えてまうな、5人もうん、そうですね、ま、この辺にしようか。とりあえずでも次回またやります、その時に。あ、これで今川崎さんフォローして77フォローなったから、おキリいいし、これでしとこうか、はい、はい、というわけでフォロー外す回でした。なるほど、保留は10名、10名おる。え、ちょっと名前言って。岡崎さん、アイナさん、アイナジェンドさん、ランランさん、サッシーさん、アイミョンさん、広瀬アリスさん、陣内智則さん、あ、小山さん、薩摩川さん、家崎人さん、絶妙やな、マジで今回は残します。あー、あるしゃ粗品のロケハン